バルトロメオ・コレオーニシチェチン、ポーランドの記念碑バルトロメオ・コンレオーニは、15世紀、イタリアのコンドッティエールである。バルトロメオ・コレオーニは、ベネツィア共和国の傭兵隊長であり、ベルガモの領主でもあった。ミラノにも雇われていたことがあるが、ベネツィアへ多大な貢献をした、ベルガモのコンレオーニ礼拝堂に墓所がある。ベロッキオによる、騎馬像彼は遺書によって、 タイトル古戦の費用として10万ドゥカーティを寄贈する代わりに自身の像をサンマルコ広場に建てるよう政府に要求したしかし共和国制度を採用するベネツィアにとって個人の記念像を都市の中心広場に置くことはとても許容できなかったため結局サンジョガンニエ・パオロ遺書による要請を受けて1479年7月30日にベネツィア政府は ブロンズキバ像の混流を正式に決定し、ベロッキオやドナテロの弟子であったバルトロミオ・ベイッターノやベネツィアの芸術家であったアレッサンドロ・レオパルディに施策を制作するよう命じた。それに応えてベロッキオは1481年に馬の原寸大施策をベネツィアへ送り、1483年に2頭目の馬の老成施策を送った。この時点でベロッキオへの制作委託が決定した。 ベロッキオはそれまで工房を構えていたフィレンツェから、騎馬像制作のためベネチアに移住し、1486年頃より本格的な制作を始めたが、鋳造の途中で急病に倒れ、1488年に騎馬像を完成させることなく亡く,くなってしまった。死の5日前に、ベロッキオが認めた遺書により、騎馬像の鋳造は、ロレンツォ・ディクレディに託されたが、 結局、騎馬像発注の再試作を要請された、ベネツヤの芸術家であるアレッサンドロ・レオパルディによって完成され、1496年3月に、サンジョバンニエ・パオロ教会の広場に設置された。5年後にかつて、ベロッキオの弟子であったレオナルド・ダ・ヴィンチも、これを鬼キバ像の2倍の大きさの、フランチェスコス・スフォルザ騎馬像の原型を完成させたが、戦争のため材料がなくなり、 原型も兵士によって破壊されてしまった現在では、芸術的にも、技術的にも、バルトロメオをレオニキ期像を15世紀彫刻誌の一つの、頂点を示す記念碑的作品とみなすことができる。世界美術大全集第11巻イタリアルネサンス、1P382 世界美術大全集第11巻、イタリアルネサンス 1P382 から383。 世界美術大全集第11巻イタリアルネサンス 1P383ABC 世界美術大全集第11巻イタリアルネサンス 1P102 世界美術大全集第11巻イタリアルネサンス 1P102 から103これは馬の蔵の副体の部分にアレクサンダー・レファードブス V 界アップブスと記載されていることからも確実である ABC 世界美術大全集。 第11巻イタリアルネサンス HP103 ありがとうございます。